こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ事務局アカウント強制削除メールアドレス大公開、見ないと損しますよというテーマについてお伝えします。それでは早速いきましょう。はい、この動画でですね、事務局からですね、強制削除の、ね、メールアドレスが来ましたので、どういった、ね、メール内容かぜひね、ぜひ参考に、ね、していただければいいかと思います。はい、こちらですね。はい、こちら実際私のところに来たですね、強制削除されたアカウントですね。メールアドレスです。ぜひ、これ事実なんで、ぜひ参考にしていただければいいかと思います。はい。で、複数のアカウント所持っていうことはですね、以前ですね、アカウント取られてますので、すべてですね、前回の動画に言ってるんですけど、すべて真っ白に消えてたんですよ。でも、メルカリの性能のいい、探知ですね。探知のシステム持ってると思うんですよね。にやられましたね。はい、で過去に利用制限になったお客様、これは結局ここで1回取られてます。それで制限ってことですよね。はい、で禁止っていうことでこういったメールが来ました。で、ここですね、注目はここです。複数の、登録禁止、登録拒否、これですね。はい、なのでアカウントが、ね、取られました。はい、ぜひね、この以前ですね、アカウントをバンされてる方っていうのをやられる確率が取られる確率高いです。はい、ぜひこういったメール来ますので、ぜひ参考にしていただければいいかと思います。はい、ぜひね、気をつけてみてください。はい、LINE 登録をお願いします。 LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。日記のカスタムをお願いします。あと YouTube から質問一切受け付けてません。 LINE と登録をよろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。